ミック・ジョーンズは、イギリスのロックバンド、ホリナーのギタリスト、本名マイケル・レスリー・ジョーンズ、同じイギリスのギタリスト、ザ・クラッシュのミック・ジョーンズとは別人、ハンプシャー出身。1960年代より音楽活動を開始し、1964年にはパリでシルビー・バルタンと共演したこともある。1970年、元スプーキー・トゥースのゲイリー・ライトと共に、 ワンダーウィールを結成。1972年にはピーター・フランプトンと共演。スプーキー・トゥースが1973年に活動を再開すると、ミックも同バンドに加入し、3枚のアルバムに参加。演奏のみならず、プロデュース面でも重要な役割を果たし、また、一部楽曲のソングライティングにも関与した。この頃、ジョージ・ハリスン、ダークホース収録曲。 ディントンのレコーディングにもゲイリー・ライトと共に参加。スプーキー・トゥース解散後、ミックはアメリカに渡り、1976年にルー・グラムやイアン・マクドナルド等と共にホリナーを結成。同時期にレスリー・ウエストのアルバム、ザ・レスリー・ウエストバンドにも参加。1977年にはホリナーとしてのファーストアルバム、栄光の旅立ちを発表し、全米4位になり、 以後も多くのヒット曲を発表。1970年代末期以降、ホリナーはメンバーチェンジが相次ぐが、ミックはホリナーの看板を守り続ける。また、1980年代中期以降、他アーティストの作品に音楽プロデューサーとして関わる。1989年、初のソロアルバム、ミック・ジョーンズ発表。同作は、カーリー・サイモンや、 ビリー・ジョエル、ジョーリン・ターナー、イアン・ハンターなど多彩なゲストを迎えて制作された。また、エリック・クラプトンのヒット曲、バッド・ラブはエリックとミックの共作。ありがとうございます。